こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎隆文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのは、イギリスビクトリア女王の夫アルバート公子のこの言葉。いくら働いても感謝されることはない。リーダーは仕事して当たり前、部下や他人から感謝されようと思ってはいけません。リーダーが感謝されるのはきちんと仕事を果たして辞める時だけです。感謝されたい気持ちはわかりますが、それを部下や他人に強要するのは大間違いです。リーダーが自分のことを崇拝させているのは問題のある国ばかり。自分の写真をあちこちに飾らせているようではかなり危険です。今日はアルバート公の言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。